あれ、安子。うわぁ、まだ帰ってくる時間。おーい。何なんだ。あれ、このサイズどこかで。大佐か。意志を使え。何を忘れろ。忘れろって。あの手が。あれを知られてしまったからには、私はもう生きていけない。死ぬしかない。だったら俺を殺そうとすな。死にたくないから殺すしかないの。もなくば記憶を全部なくせ。無理だ。大丈夫、こいつで脳天ぶったたけば息の根止めるのは無理でも記憶ぐらいはぶっ飛ぶだろうよ。飛ばすな。いいか、聞け、あの手紙に。うるさい。うるさい、うるさい。見たんでしょ、読んだんでしょ。だからあれは聞かない。だからあのラブレターのこと忘れろ。空っぽだったんだ。そうだよ、だから内容、むしろ北村に渡せなくてラッキーだったんだぞ。こんな失態をさらさずに済んで。で、おい。